昼下がりのウニにギターチャンネル、ウニです。はい、どうも。本日はね、タイトルにもあるようにギター初心者さんが絶対に弾ける最初の曲をお届けしたいと思います。で、しかも簡単なのにかっこいい曲です。こちらはですね、エレキギター、アコギ、どっちでもいけます。で、その曲のね、名前はザ・バーブのラッキーマンという曲です。ということで、今回の動画のポイントとして、1、かっこよく弾ける練習曲、フレーズのアーティストの紹介。下の概要欄にね、その曲のリンクも貼っておきます。そしてその2、その曲に使用するコードやフレーズのポイントを曲を弾く前に説明します。いきなりね、曲を弾くのではなく、まずそのコードがちゃんと抑えられるか、ね、フレーズが抑えられるかの確認をしながら、コード表や譜面を表示して、それを一個一個確認していきます。そしてその3、実際に曲に合わせてコードタブ譜や譜面を表示して一緒に演奏します。そして最後、おまけとしてポイント4、この曲がある程度弾けるようになった人用にリズム演奏と譜面のみを表示して今後のエクササイズに役立てていけたらと思います。早くね、曲の練習に移りたいという方は概要欄のね、タイムリンクがありますので、そちらでその場所まで飛んでくださいね。この昼下がりのウニギターチャンネルでは、今日のような初心者さんでも弾けるような弾き語りの入門タブ付き動画や、ギターを始める、演奏する上で知っておくと得するちょっとした小技やグッズ、その他の情報を発信していきますので、まだチャンネル登録済ませていない方はぜひともチャンネル登録を済ませておいてくださいね。はい、それではね、早速本日の初心者さんが絶対に弾ける最初の練習曲を弾きたいと思います。で、そちらね、バーブのラッキーマンという曲ですが、こちらはね、イギリスのロックバンドの曲になります。ミディアムスローテンポの曲で、はっきり言ってめちゃくちゃかっこいいです。同じイギリスの世界的有名なレジェンドバンドのオアシスに似てるかなって個人的には思ってます。この曲かなり有名な曲で、本日の曲以外にもビタースイートシンフォニーという世界的にも超メガヒットした有名曲があります。再生数は 9.9 億回もあってます。 9.9 億回ですよ。その再生数の 0.1 億でもいいからこっちに回してほしいものです。下の概要欄の方にね、本日の練習曲のラッキーマンとビタースイートシンフォニーのリンクを貼っておきますので、後でそちらをご覧になってみてくださいね。それではこの曲に使用するコードを説明します。使用するコードはたったの4つです。しかも全てオープンコードなので、初心者さんでもとっても弾きやすいコード進行です。ちなみにオープンコードというのは開放弦、これね、開放弦を鳴らしながら弾くコードのことです。例えば G とか D とかね、こういうことです。で、それに対して人差し指でね、このフレットの全部を押さえて押さえるコードのことをバレーコードというんですが、まあギター初心者さんがね、最初にね、つまずくギターを挫折する原因筆頭と言われる F コード、これがそれに当たります。そういうコードの曲もね、いずれはね、避けられないのですが、まあ、今日はね、オープンコードのみなので、ギター始めたてのね、初心者さんでも安心してくださいね。しかもかっこいい曲なんです。では実際に使うコードの押さえ方を確認していきます。使用するコードは4つ。まず G、 そして D、 A、 そして Em。 このたった4つでかっこいい曲が弾けちゃうんです。それぞれの弦の押さえ方はこのようになってます。こちらをご覧ください。曲に移る前に、初心者さんはね、まずこの4つのコードをこうランダムでいいので、スムーズにね、押さえて弾けるかどうかを練習してみてください。順不動でいいですよ。こんな感じでね、今の4つもランダムでいいので、パッパッパッと押さえるかどうかまず練習してみてください。これができないんだったら、曲に行く前にこの4つのコードがね、こうやってスムーズさっさと押されるまで、ちょっとここで練習してみてくださいね。そしてピッキングパターンはこんな感じになってます。これに関しては次の動画でこの曲を使ってね、ラッキーマンの曲を使って、いろんなね、いくつかのピッキングパターンのエクササイズ動画を制作する予定ですので、なので今日はね、とりあえずこのパターンで行おうと思います。こんな感じです、ね、もう一回いきます。
これがもしね、ピッキングパターンが難しいようなら、さっきも言ったように最初にまず口で走ってみましょうか、リズムはね。タンタンタンチャチャ、タタタンタンチャチャ、チャンタンタンチャチャ、タタタンタンチャチャ。ピッキングパターンはこれをずーっとやります。こんな感じでね、さっきの4つのコードをランダムでいいので、今のピッキングパターンでランダムに弾けるようにしてみてくださいね。もしこのピッキングパターンが難しいよって方はこんな感じでもいいです。さらにもっと落としてもいいです。今日はね、曲に合わせてね、この左手のコードを押さえることに重点を置いてます。要はね、本当この曲をやるには本当初心者さん、初めての曲に持ってこいの曲なので、逆に言うとね、ちょっともう弾いたことある方にとってはちょっと物足りない曲だと思います。でもかっこいい曲には変わりないので、まあ一応習得するに損はないですよ。で、今日はね、そういう意味でね、左手のね、初心者さんが初めて押さえるコードの練習なので、右手のね、ピッキングパターンはちょっと置いといて、左側のね、コードを押さえることに重点を置いていきます。なので譜面のピッキングでね、もしできればね、チャレンジしてほしいんですが、もし無理だったら無理しなくて、さっきのね、簡単な弾き方でも大丈夫です。こんな感じでも大丈夫ですよ。それでは実際に演奏に合わせながら弾いていきたいと思います。僕はね、この動画の収録ね、夜行っているので、騒音問題を回避のために、デジタルアンプ、こちらですね、デジタルアンプ内のモデリングシミュレーターのアコースティックギターの音に変換してエレキギターで弾いてます。こんな感じで、なのでこのね、これ今ガンガン鳴ってますが、例えば歪ませてみましょうか。こんな感じでね、いろいろ歪ませても近所迷惑に、ね、ならないので、真夜中に遠慮なくね、ギターが弾けるのはね、本当に嬉しいですね。ね、この曲はね、まあ、エレキ、アコギ、両方どちらで演奏しても大丈夫なんですが、僕は一応アコギの音で今日は弾いてみたいと思います。画面にね、コード譜が出るので、まあ、それに合わせて弾いてみてくださいね。では行きましょう。隣の犬に、
はい、どうでしたか？一緒に弾けたでしょうか？最初はね、ゆっくりでいいので、もし今のテンポが速いなと感じた方は、YouTube の設定のね、あの、米印あるじゃないですか。この画面の左下、右下かな？まあ、この、なんかこっちとかこっちとかにね、あると思うんですが、それを押してもらって、速度調整というものがあります。そちらを 0.75、要は 75% にして、遅くして弾いてみて、まあ、あの、テンポを合わせてね、弾いてみるのもいいと思います。はい、この曲のコード進行は以上となります。この後はですね、動画冒頭でもお話ししたように、ある程度弾けるようになった人用のドラム、ベースのリズム演奏と、それに合わせてのギタータブのみを表示していきたいと思います。この昼下がりのウニニギターチャンネルでは、弾き語りコード、情報系の解説動画の他に、僕自身がまだまだ上達しなくてはいけないレベルなので、ライブの方でギターをリアルタイムで練習して、その記録を取りためていくというドキュメンタリーも配信しています。そこではギター練習以外にも新しいエフェクターやデジタルアンプ内での音作りの探検、そして視聴者さんとのコメントでのギター談話もやります。基本夜開催なので飲みながらですかね。僕よりもギターの上手な方々のご意見が聞きたいので、私はギター上級者中級者だという猛者の方々はぜひとも遊びに来てくださいね。皆様の熱いメッセージをライブにてお待ちしていますので、チャンネル登録まだ済ませていない方はぜひともチャンネル登録の方を済ませておいてくださいね。よろしくお願いします。それではね、伴奏だけなんですが、この曲最初のね、イントロがアコギだけの伴奏なので、そこだけ一緒に弾いて、その後はね、あのリズム演奏だけの、演奏にしたいと思います。では行きます。
ちなみに私ウニにはオーストラリア在住で日本に住んでおりません。なのでオーストラリアでしか売られていないようなエフェクターやオーストラリアブランドのギターなんかも今後紹介していきますので、どうか楽しみにしておいてくださいね。はい、それではね、本日の動画以上になります。次回動画は先ほどもちょっと言ったように、今のこの曲のラッキーマンの曲を使ってピッキングパターンを変えてね、何個かいくつかピッキングパターンを用意しますので、それでね練習してみたいと思います。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ウニニでした。じゃあねー。